こんにちは、マッピーフォトのエリナです。今日はフォトショップで文字で一部だけ大きさや色を変える方法をシェアしていこうと思います。ポスター、チラシ、サムネイルなどフォトショップで何かデザインして文章を書いたけど、この一部の文字だけはちょっと大きさを変えたい、デザインを変えたいという時ってありますよね。そういう時に使えるいくつかのテクニックを見ていくので、フォトショップで文字を使ったデザインをやる人はぜひ参考にしてみてください。今回は3つのパート、文字の一部の大きさを変える方法、文字の一部の色を変える方法、そして文字の一部のレイヤースタイルを変える方法を見ていきます。で、このチャンネルでは主にフォトショップやライトルームについて基本から学べる動画をアップしています。役に立つじゃんと思った人はチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではフォトショップでやっていこうと思います。では1つ目の一部の文字の大きさを変える方法を見ていきます。これはシンプルで一番簡単です。ではまず横書き文字通路をクリックして、そしてキャンバスジョブをクリックして、そして文字を書いていきます。今回はじゃあ空が青いと書いていきます。で、ちょっと大きさが小さいので、このレイヤーをクリックしてコマンド T を押して、このようにサイズを大きくしていきます。で、 OK かなと思ったらエンターを押します。で、この時空と青という文字は漢字なので大きめでもいいのですが、がとイはひらがななのでちょっと小さくしたいという場合もあると思います。そういう時に使えるのが、まず横書き文字ツールのままこのがという文字をこのようにクリックしてドラッグして選びます。そしてそのまま上の文字の大きさのところに行ってクリックをして、そしてここで文字の大きさをこのように選んでもいいし、ここでタイピングしてももちろん OK です。そうするとこの漢字の大きさは上を見ても分かる通り 228.7 ポイントですが、このがという文字は150ポイントと小さくなっているのが分かると思います。で、このイも同じようにこのようにドラッグして、そしてここで150と入れれば、こんな感じでひらがなが150、そして他はもうちょっと大きい 228.7 ポイントに文字の大きさを一文字一文字変えることができます。で、今は一文字一文字の大きさをやったのですが、ここを同じようにクリックしてドラッグすれば、大きさ以外にもこのように太文字にすることができたり、あとはこのようにフォントをそのまま変えることもできてしまいます。なのでこのようにクリックしてドラッグして簡単に変えてみてください。では2つ目の一部の文字の色を変える方法を見ていきます。で、一部の文字の色を変える方法は2種類あります。簡単なやり方の場合は、先ほどと同じようにクリックしてドラッグしてがだけ色を変えたいという時は、選択したままそのまま上のこの色のところをクリックして、そしてこのように色を選択して OK をクリックすれば、こんな感じでがだけの色を変えることができます。そしてもう一つのやり方は、文字一つだけではなく、文字の中のこの点一つだったり横の線一本だったりの色を変えることができます。ではまず文字を打って、その上に新しいレイヤーを足したいので、右下のこのプラスボタンでレイヤーを足します。そしてこのレイヤーを文字のレイヤーだけに反映させるためにクリッピングマスクしていきます。で、クリッピングマスクについてはこちらの動画でアップしているので、詳しく見たい人はぜひそちらをチェックしてみてください。ではこの透明なレイヤーを文字のレイヤーにクリッピングマスクするためにオプションを押して、レイヤーとレイヤーの間にカーソルを持ってきて、下矢印が出てきたらクリックします。そうするとこのようにクリッピングマスクできました。ではこのままブラシツールをクリックして選んで、そしてここで色を変えていきます。ではクリックして、そして今回はじゃあ青っぽい色にしていこうと思います。そして OK をクリックします。で、ちょっとズームしていって、例えばがのここの点だけの色を変えたい場合は、この点をめがけてこんな感じでブラシツールで塗っていきます。そうするとクリッピングマスクをしているおかげで、このがの点の文字だけに反映させることができます。で、こんな感じでいろんな色に変えて、このようにまた OK をクリックして、この点はこの青にしようなど、カラフルにすることもできます。で、ちょっとこの横の線だけを塗りたいという場合はちょっと塗りづらいと思うので、そういう時はこのように長方形選択ツールを使って、ここの線もめがけてクリックしてドラッグして、こんな感じで横の線だけを選んで、そしてこの色で塗りつぶしたい場合はオプションを押しながらバックスペースを押せば、こんな感じで簡単に塗ることができます。ではコマンド D を押して点線を消すと、このように仕上がります。で、引いてみるとこんな感じになります。
このようにちょっといろんなところに色を入れてみました。こんな感じでカラフルになるので、このクリッピングマスクをしてやる技も結構面白いです。では3つ目の一部の文字のレイヤースタイルを変える方法を見ていきます。でレイヤースタイルは影だったり境界線だったりパターンをかけられるもので、詳しくはこちらの動画でアップしているので、細かいことを見たいという人はぜひそちらをチェックしてみてください。で一部の文字のレイヤースタイルを変える場合は、前の2つと違って必ずレイヤーを分ける必要があります。1枚のレイヤーだけでそれぞれ別のレイヤースタイルをかけることはできないので注意してください。でレイヤーを分けて一部の文字のレイヤースタイルをかける方法は2種類あります。ではまずは文字を分けて2枚のレイヤーでやるやり方です。でこの方法でやるメリットとしては、レイヤーパネルがパッと見やすくなるところで、デメリットとしてはこの文字間隔を自分で合わせる必要があるという感じです。ではやっていこうと思います。では今回は空がと青いを別々のレイヤースタイルをかけていこうと思います。では空がをまず一つのレイヤーにして、そしてもう一つのレイヤーに青いと打っていきます。でコマンド T を押してこのように大きくする必要があります。でここで先ほど言ったデメリットの文字間隔を自分で決める必要が出てくるんです。でこれをちょっとうまくいく方法としては、空がのレイヤーに続きで青いと入れてしまいます。でその上にこの青いというレイヤーをコマンド T を押して、こんな感じで上にかぶせるようにこんな感じで乗せます。そして OK かなと思ったらエンターを押します。そして空が青いというレイヤーに戻って、青いという文字を消していきます。そうすると空がと青いというレイヤーがもう2つに分けることができます。そしてこのレイヤーが2つに分けることができたところで、レイヤースタイルを変えていきます。では空がのレイヤーの右側をダブルクリックして、そして例えば境界線などをクリックして、こんな感じで変えて OK をクリックします。そして青いのところのレイヤースタイルも変えたいので、右側をダブルクリックして、じゃあ今度は交際外側とかにします。そしてちょっと大きくしていって、そして OK をクリックします。そうするとこんな感じで空がと青いのレイヤースタイルをそれぞれ違うものをかけることができます。こんな感じで一つ目のやり方がこのようにレイヤーを分けてやるやり方です。でもう一つのやり方はレイヤーマスクを使ったやり方で、メリットとしては文字間隔を自分で揃える必要はありません。ですがデメリットとしてはレイヤーパネルのところがちょっとごちゃごちゃしたように見えます。ではまずは文字全部を一つのレイヤーに書いていきます。そして選択ツールで囲みたいので、長方形選択ツールをクリックして、まず空がのところをクリックしてドラッグして選択していきます。そしてそのままレイヤーマスクをクリックします。そうすると空がレイヤーマスクによって表示されて、青いという文字が消えます。で青いという文字も取り戻すために、今度はまたこのレイヤーをクリックしてコマンド J を押して複製します。そしてこのレイヤーマスクを反転させると青いという文字が出てくるので、このレイヤーマスクをクリックしてコマンド I を押します。そうすると青いという文字が出てきました。下のレイヤーはレイヤーマスクによって空がだけ、そして上のレイヤーは青いだけという文字が表示されます。では分かりやすいように今は青いだけを表示させて、でこのままレイヤースタイルをかけていきます。ではレイヤーの右側を同じようにダブルクリックして、そして交際外側にして OK をクリックします。そして今度は空がの方のレイヤーを表示させて、そして右側をダブルクリックして、また同じようにレイヤースタイルをこのようにかければ、こんな感じで先ほどと同じ結果になるのですが、レイヤーパネルが少し変わります。まあ、やりやすい方でレイヤースタイルをかけてみてください。はい、今回はフォトショップで一部の文字だけの大きさだったり色を変える方法についてシェアしてきました。何かデザインするときに文字を入れると思うのですが、そういうときに一文字だけちょっと小さくしたり色を変えたいという場合はかなり簡単にできるので、ぜひ参考にしてみてください。まあ、レイヤースタイルだけちょっと別でレイヤーを増やさないとできないので、そこは注意してください。フォトショップで一部の文字だけ大きさや色を変える方法わかったよという人は、いいねとチャンネル登録をお願いします。見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。